こんにちは、山遊びのたけしです。今回は雪の赤岳にテント泊登山に行ってきます。I heard you packing up your bags and moving on. You're gonna do all the things you dreamed about. Oh, and it makes me sad when I think about the thing we had being over now. And I miss you.はい、時刻が12時30分です。現在僕は、美濃と登山口というところにおります。今回は、テント泊なんですが、1日目、今日は行者小屋まで、2時間半ほど道のりを歩いて、テント泊をします。で、明日早朝に赤岳山頂にアタックして、またこちらの美濃と登山口に降りてきたいなと思ってます。冬の八ヶ岳は何回かね来たことがあるんですが、実はテント泊で、雪のある時期に登山に行くというのは初めてです。やっぱり不安もあるので、まあ、何回もね来たことのある八ヶ岳を、初回のテント泊の場所として選びました。はい、でちなみにこの美濃と登山口までは車で来ることができるんですけども、冬場はちょっと最後の方、チェーンだったりスタッドレスのタイヤが必要になる箇所があります。ノーマルタイヤでちょっと冬道はダメということであれば、歩いて1時間20分ぐらい手前の八ヶ岳山荘というところに車を止めて、そこから歩かれる方も結構いらっしゃるようですね。はい、初めの林道を歩いてます。八ヶ岳の森って本当に綺麗ですよね。毎回、いやー綺麗やなと思いながらね歩いてますけど、はい、雪はまだありません。残り40分ぐらいで赤岳光線に着くはずなんですが、少しずつね白くなってきました。ただ多分数日以内には降っていないので、雪というか氷っていう感じですね。転ばないように気をつけていきたいと思います。2時半になりました。赤岳光線到着です。ちょうど2時間ジャストで着きました。はい、おなじみのアイスキャンディ、氷のやつができようとしてます。はい、テント受付を済ませてきました。ちょっとね、もう休憩もせず、とりあえず行者小屋を急いで目指したいなと思います。テント場、使用料2000円になります。はい、で一応まだ水場の水が凍ってないみたいで、出るみたいで良かったです。やっぱり自分で水作るのと水場から水出るので全然やっぱり労力が違うので助かりますね。はい、かなり雪が深くなってきましたね。
ただまあね、人気の山なんでトレースはちゃんとついてて分かりやすくて安心ですね。さあ、ギョーザ小屋までラスト頑張りましょう。3時になりました。餃子小屋に到着です。はい、お疲れ様でした。こんな感じで真っ白になってきました。はい、ちょっと日暮れも早いので、ちょっと急ぎ目でねテント設営、ちょっと雪初めてなのでちょっと人難儀するかもしれないんですが、ちょっとね風の少なそうなところ探して張ってみたいなと思います。して明日に備えたいと思います。はい、はい、水場、水出てます。よかった水出てました。めっちゃ美味しい、あったまる、最高ですね。テントでお鍋、いやご飯美味しかったです。ごちそうさまでした。じゃあまた6時前なんですけど、もうやることがないので睡眠の体制に入りたいと思います。おはようございます。いや素晴らしい朝を迎えております。いやめちゃくちゃいい天気ですね。ちょっとね時間が押してしまって今7時半ぐらいなんですけれども、赤岳アタックに向けて歩き出したいと思います。いや幸いね深夜ぐらいから風もだいぶ落ち着いて本当に落ち着いた気候になっていますので、景色をね十分に楽しめるかなと思います。はい、阿弥陀岳と赤岳ブンザプローネ分岐です。こっち赤岳です。上はまだ見えてません。はい、こっちは宮岳です。上が光に太陽に照らされてますね。あーめっちゃ綺麗、最高や。阿弥陀岳かっこいい。はい、で下の方も綺麗に見えてきましたね。ガスも抜けてきました。で北アルプスがねめっちゃ奥の方すごく綺麗に見えてますね。あー最高のお天気です。だんだん傾斜がきつくなってきました。ブンザプローネねこんな階段が多いんですけども、はあ結構滑りそうで危ないので気をつけていきたいと思います。すごい。
最高すぎて、もうこれぞピーカンっていう感じですね。最高のお天気です。いやー嬉しいな、こんな綺麗な、景色が見れるとは思ってなかったですね。昨日ねあんなにもう真っ白の世界だったので、いやー綺麗すぎてまた足がなかなか進まないパターンです。はい、残りもう少し頑張ります。きついですね。もうちょっとですよ。もう少しもう少し頑張れ。もうちょっと、最後の岩場結構きついです。でも見えてます、あの辺です。頑張ろう、ラストもうちょっと。岩場登り終えました。結構ね岩です。それそうなんですけど、冷静にねついてしっかり元の足を確認しながら登れば大丈夫なので、落ち着いて登り終えしましょう。あー綺麗、最高。あー富士山、富士山見えたよ、綺麗、最高。これも頂上です。はい、では山頂でだいぶゆっくりしましたので、下っていきたいと思います。登りはブンザブローネで登ってきたんですが、下りは、地蔵尾根で降りていきたいと思います。で、行者小屋でテント回収して、身の戸口に下るという感じです。では下りも気をつけていきます。There's a way of healing, putting back all the broken pieces. Maybe we'll run into each other and talk about the good times. And time has a way of changing who we are and the things we're chasing. Maybe you'll go and meet someone you like, and you'll have a good time. A good time. A good time.11時半行者小屋まで戻ってきました。はい、なんか一安心ですね。はい、相変わらず網だとか綺麗に見えてますね。
はい、赤岳も綺麗に見えてます。じゃあテント撤収してちょっと休憩してね、下山していきたいと思います。こんにちは。はい、というわけで、港登山口まで下山してきました。お疲れ様でした。で本当にね、今回、天気に恵まれました。快晴はもちろんですけど、風も本当に少なくって、本当に最高の八ヶ岳ブルー楽しむことができました。いや本当に良かったですね。登山道ですけども、行きで使った、北沢ルートで赤岳高専までのルートは本当に安全な登山道です。でそこから昨日のうちに行者小屋まで移動しましてテントを張りました。で今日赤岳で、行きに使った文三郎尾根、それから帰りに使った、地蔵尾根、両方とも、まあ、個人的な感想としてはそんなに難易度変わらないなっていう感じなんですけども、結構ちっちゃいはしごがあったりとか滑りやすい階段があったりとか、ちょっとね滑るのに気をつけながらかなり神経を使いながら上り下りをしました。で下山は、行者小屋から、南沢ルートを通って降りてきました。すごく、まあ冬のこのシーズンでも、安心して割と歩ける道かなというふうに思います。というわけで雪山シーズンまだまだ続きますので、次回の動画もぜひご覧いただければと思います。はい、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録とグッドポイントぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。